まただよ。やっぱし、あの犬ね。決まってるよ。夜中に来てやらせたんだよ。いやね。まったくもう、なんで。おい、すいません。真田さん。ちょっと。ちょっと、すいません。ちょっと、真田さん。なんだよ、あそこばっかり。なんだね。わざわざ人がうちの庭に来て、それも人が大事にしてる盆栽に犬のことさせることもないでしょ。俺とのゴロがしたってのかよ。そうですよ。どこに証拠があんだよ。証拠なんてことはそんな。犬なんてな、え、俺んとこのゴロ以外にこの家いっぱいいるだろうが、文句あんならちゃんとした証拠持ってこいよ。ちょっと、クソだけじゃありませんよ。犬の鳴き声がうるさくて、うちの赤ん坊が寝なくて困ってるんですよ。もうもうガキがそう言ったのかよ。言わなくても分かってますよね。何言ってんだよ。犬の鳴き声一致する前にてめえんとこのガキにちゃんと見ることやってるよ。バカ野郎、本当にうるせえな。ちょっとちょっと、なんだよ、この野郎。毎日毎日犬を見てこの野郎、犬のシャワーと狙ってめえ。すいません、すいません。この前の野郎、先んじゃねえ、バカ野郎。昨年隣に引っ越してきた男は独身の日雇い労務者で、酒癖が悪くすぐ暴力を振るう人でした。そして飼っているゴロという犬を異常に可愛がっていました。はい、小林さんよ。小林さん、小林さんよ、いっぱい飲もうよ。ほら、小林、おい、小林さんよ、いっぱい飲もうよ。バカ野郎、逃げこねんと五郎に口を入れるぞ。何だと思ってんだよ。夜中の1時だよ。ねえ野郎、出てこねえとゴロにクソさせるぞ、この野郎。ダメ野郎、許すなかった。よし、分かった。出てこなかったらな、おめえの大事な盆栽に俺がしょんべんしっかりで枯らしてやったら。ダメ野郎。私たちは隣の男と犬にほとほと手を焼き、ノイローゼになるくらいでした。私の知らない間に夫は腹立ちまぎれに猫いらずで隣の犬を殺してしまったのです。このことが後で私たち一家に大変な不幸をもたらすことになったのです。どうしたんだよ。ゴロが死んじゃったよ。ゴロ、ゴロ、いいだろう。 Come on!
小林出てこい、おでろ、てめえらこの殺したぞ、おでろ小林出ろ。じゃあ五郎、どうしたんだよ五郎、どうしたんだよ五郎、五郎冷たくなっちゃった五郎、五郎、五郎俺は殺しなんかいないぞ、殺しなんかいないよ、俺は殺しなんかいないよ、殺さないよ、俺じゃないよ、俺じゃないよ、俺は殺しなんかいない。という犬が死んで1週間後、麻痺で死んでしまったのです。夫は葬式にも出ませんでした。それから3日後のこと、どうしたの？行動を取るようになったのです。あんた、どうしたの？それまでの夫は働き者として近所でも評判の人で、畑仕事も一日とて休んだことがなかったのですが、あれ以来仕事はほとんどしなくなり、ぼんやりしている日が多くなったのです。バカ野郎、小林のバカ野郎、お前犬の鳴き声が何だって言うんだよ。犬が怖くてお前どっか遠くへ引っ越しまえ。夫はお酒は一滴も飲めなかった人なんです。それが毎日お酒を飲むようになって、私に手など出す人じゃなかったのに乱暴を働くようになったのです。夫がなぜこんなことになったのか、私には原因が全く分からず、
途方に暮れていました。小林出てこい。おい小林、うわ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 、おい小林に殺された、小林に殺された、あったあった、まさか隣の犬殺したんじゃないでしょうね。小林に殺された、あんたが殺したの、あんたが殺したのね。夫は隣の犬を殺したんだということに気づいた私は、今までの夫の奇怪な行動は全て殺された犬と犬を可愛がっていた隣の男の人の霊が夫に乗り移ったのだと思いました。そこで犬の墓に行き、夫に謝らせるとともに犬の供養をすることにしたのです。それからというもの、夫はだんだん穏やかになり、元の酒も飲まないおとなしい働き者に戻りました。そして今では毎日のようにゴロの墓に行き花をあげています。Thank you.